各弁形ガニは10脚目弁形ガニ科に分類されるカニの一種。東アジア熱帯、温帯域の海岸に生息する中型のカニである。セザーマピカトムデハーン1835は本種のシノニムである。生態の幸福は20ミリメートル前後で赤手ガニや弁形ガニより小さい。甲は横がやや長い長方形で、額の中央がくぼみ。 その両側が弱く隆起して、ゴツゴツした印象になる。高速縁の巨子は、眼下の外側が、前方にわずかに尖る一歯のみで、他に切れ込み等はない。生体の体色は、甲は黒の地に、気褐色の小さな反転が散在する。ハサミ足は、赤葛色赤紫色を帯、び表面に小さな下流が散在する。不足は褐色で、 暗色藩が散在する。類似種は多いが、指赤弁形ガニやクシテガニは、ハサミ足の指部が明瞭に、赤いこと、双葉角ガニは、高速円に2波があり、体色も紫色を帯びないこと、黒弁形ガニは大型で、体表に反転模様がないこと、岩ガニは、後表面が反転模様ではなく横縞模様になることで、区別できる。角弁形ガニのオスの背面。 福岡県今津干潟。詳細日本、中国大陸東岸、朝鮮半島、台湾に分布する。日本では、日本海側は、秋田県以南、太平洋側は、房総半島以南に分布する。海岸の飛沫帯に生息し、潮が引くと長官大丈夫にも進出する。水には入らないが海から遠く離れることもなく、船虫と同様の生活をする。 河口等の汽水域では海水の影響が強い岩場に多い。また海舟が加えられた港等の人工海岸でも見られる。本種が見られないのは硬い地盤が全くない南米干潟くらいである。また本種より陸よりに赤手ガニ、海よりに岩ガニ、さらに海中にはイソガニやヒライソガニ等が生息し住み分けが見られる。動きは素早く敵が近づくと 岩等の物陰へ逃げ込む。植生は雑食性で、生物以外や海藻を食べるほか、貝類や船虫等の小動物も捕食する。本種は食用にはならないが、黒大等の釣り絵に使われることがある。ABCDF e F, 三宅貞義 原色日本大型甲殻類、図鑑 2ISBN45 億8630万6 3 9百9 8 3年本育者 ?ABCDF e F, 三浦智之、日型の生き物図鑑 ISBN9 兆7848億6124万1 3 9 2二千7 48, 6, 4, 年南方新社、図鑑修正版、ワールドレジスターオブマリンスピーシーズ、 パラセザーマとライペクティーニツ鹿児島の自然を記録する、改編、川の生き物図鑑鹿児島の水辺から ISBN4 億9313万 7669X2002 年南方新社。ありがとうございます。